はいどうもマノチです。よろしくお願いします。マイライフやっていきましょう。今現在の順位こんな感じです。こんな感じです。なんとかまあちょっと今日やっただけで2位になるってのはまず無理だと思うんだけど、余裕を持った3位ぐらいになりたいね。頑張りましょう。難易度変わらずです。パワフルです。今日も30分目安で撮っていきたいと思います。何する何しよっか。家族サービスもしますか。あお、よかった。またなんかこう家買えと言われるかと思っちゃった。エアコン、いや俺もエアコン欲しいな。エアコンのある家で生活してみたいよ。よしやるぞ、働くぞ。んお、プレイヤーズで出番くれよ。できればセーブ機会のつく場面でバシバシッと押さえるから。前々回のコメントを読んでいきたいと思います。あそうそうそう、俺この西武にいるさ田中投手ってのが誰かわからんっていう話をしてたんですけど、去年、戦力外になって、ロッテに行ったらしいですね。ありがとうございます。結構能力の高いピッチャーらしいです。ありがとうございます。肩甲骨は自然治癒で治ったのですか。まあ、湿布は張ってたからね、それを自然治癒と言い張っていいもんなのかが分かんないけど、いやすごい試合だね。あらららら出なくてよかった出たくないもんこんな試合流れ的に絶対失点するからね。いやーひどい試合ですなまあまあまあな、らしいといえばらしいのかもしんないけどもさ、そのチームカラー的には。いやまあただ俺言ってもね、セールはまあ攻撃力のあるチームだと思うけど、そんなにこう守備力に欠陥があると思えないけどね。まあね、もうこのゲーム上ではねピッチャーもいろいろいなくなってるし、だって先発これだもん多分この綿引くんが一応エース扱いなんでしょ。一番左上にいるから 7.0 だよ、 7.01 だよ防御率。これがエースだよ。ひどいもん先発陣の防御率が。何この奥原って、あの調子何、緑のやつスライム何あれぷよ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 みたいなやつ、何なのこれ初めて見た。怪我全然わかんねえや。まあいいや、やっていきましょう。いやーそういえばね、前この前さ、ドラクエ4をねやろうかどうかで迷っててね、まあ、結局ライアンのピンク色を見てやめたという話をしたんですけども、結局やってしまいましたよ。ドラクエ4暇でやっちゃったよ俺今日。第1章クリアしてね、第2章のアリーナ姫を見た瞬間に俺はもうねお腹いっぱいになっちゃったね。もう俺もうホイミンと仲良くもう冒険しただけで満足だったもん。一緒に空飛ぶ靴履いてねビョーンって飛んで。ごめんね、ドラクエわかんない人は全然ついていけないと思うけど、よし仕事だぞ。ライオンズピッチャーを交代し、任せとけ。竹熊マウンドを降りまして、いやまあ前回の試合が前回の点数だからあれだけど、この試合もそこそこ点入ってるよ互いに。投げました、直球見送ってストライク。やりにくいよ。投げました、打った。このピッチャーはどっちだ、森くん、森くんか。あのね森くんとね、ルーキーの羽賀健二区別がいまいちつかない。目元で判断するぐらいしかないんだけど。投げました、打ちました、当たり損ない。隅谷さんはねリストバンドつけてるから分かりやすいんだけど、これでワンアウト、ランナー森くんもつけてくんねえかな。バレンティンが怖えな。投げた、直球ストライク。いや俺ね本当ね未だに残ってるんで、ね、ボール球投げとホームランされたのね。ただもう今はそれはもう気にせずやっていくよ。投げた、低めボール球打った、ピッチャーがよし、うまい。セカンドから一塁送球、アウト。ライオンソロホームラン見たっていいんだから。投げた、ストライクゾーンで勝負しよう。うわすごい打球速い。ボールは中継、
山田ヒットを放ちました。まずは一塁牽制、タッチセーフ。第9球投げた、ストライク。伸びのあるストレート、投げた、ストライク。さあ次が最後の投球になるか。ボール外角低め、カウントワンボールツーストライク。投球これから4球目、ボールアウトコースへ、カウントはツーボールツーストライク。うわうまい、ナイスカット。第6球を投げました、打った、ショート、挟んだ、取った、2塁へトス、2塁アウト、これはアウトです。試合終了です。ライオンズ2点差で逃げ切りました。どうもごめん、恥ずかしかった今、なんだろうね久々だったからかな、すごい恥ずかしさかったな、噛んだな、照れが出たね。よくマノッチの時こんなことね、恥ずかしげもなく言ってたね、毎回毎回どうもどうもと。仕事したぞ。ああ任せとけ、俺大体動画の序盤はね働くから、大体ね、これが最後ねって言ったら大体打たれるから、そういう風にできてる俺は。序盤みんな安心して見てて。スーパーセント行こう、なんかちょっと調子ゲージを上げておきたいな。いや僕この前はごめんね、ファーボールになっちゃって勝負したかったけども、意図せずのファーボールだった、あれは悔やまれる。日本シリーズでもう一回やろう、ドライブするぞ。やることないもんね、ドライブぐらいしか。何か欲しいね。お B、 とりあえずやっぱ A だな、 A まで持ってこう。その後になんかやろう、ラジコン、釣りな、釣りなんていいじゃない、なんかこう平和で。ドライブ、加速。とりあえず A にして一番いい車をね所持したいね。よし、じゃあコメントを読んでいきます。マノッチさんお疲れ様です。質問なんですが、奥井はどうしてそんなに強い能力なんですか。ずーっとひたすら奥井と一緒に練習したからですね。今思えばよくそれを俺は動画として普通に映し続けたなと本当に思ってるよ。今となってはいいけどね、今となってももうこう奥井と出会うことの楽しみみたいなのができたからよかったけど、よく我慢してやり続けたなと思います。埼玉西武ライオンズ、イデホは低めが得意です。ありがとうございます。これはねすごく助かる、覚えとく。ライオンズ敗れました。この前も低め打たれたよね確かね。ありがとうございます。マノチさん、高校生がカラオケで歌う歌で人気の歌知ってますか。いやいやいや、あのね、まあね、高校生から見たらね、31歳はもうおっさんかもしれないけども、ん？なんだい？ちょっと待ってよ。あ、オールスターか？全然いいよ。もう毎年見てるから。ありがたみもないもん。いや、あのね、いろいろ知ってっから、俺。エヴァンゲリオン。いや、いろいろ知ってるよ。千本桜とか。ジェイソールブラザーズとか、あとなんだ、小林明。わかんないね、わかんない、全然わかんないね。マノッチさん、東日本大震災がから、5年経ちましたけど早いですか。ちょっとねこの件に関して言葉を本当に選ばなきゃいけないよね。早いという言葉を使っていいのかどうかもちょっと俺にはわからないぐらいなんだけど、まあそのね、被災地の方からすれば早いってことはもしかしたら失礼に当たるかもしれないから、ちょっともう俺はもう正直は気持ちはわからないからね。わかろうと思っても体感しないんだから、わかるって言ったら失礼だからさ。ただまあその悪気なくね言うけども早く感じます。あっちゅう間だったなと俺は感じますね。なんかいまいち仕事がねえな。
ドライブ。あ、ごめん、そういえば俺あれ映したっけ、カレンダー映したっけ、ちょっとわかんねえや、ちょっとパッと映しますね。はい、まあ映したところでなんだって感じだけどね。とりあえず、今回の交流戦終わりだね。あと4試合だな、4試合で交流戦終わりです。頑張りましょう。ドライブ。そういえばね、プレス3のね、アフリカを買ったという話を、アマゾンで買ったという話を前回したと思うんですけど、発送されましたよ。いつ届くかわかんないけども、近々アフリカ届きますよ。まあ送料含めて1300円ぐらいだったかな。本体がね、本体がゲーム自体が980円ぐらいで、送料が350円ぐらいなんで、まあ1300円ぐらいで届くんだけども、1300円で俺アフリカを満喫しようと。アフリカの大地をね、自然いっぱいのアフリカの大地を満喫しますよ。写真撮りますよ。見たくなってきただろう。見たくなってきただろう。見てね。もう本当、本当俺やるからな、やるからな。ち、あの面白くなさそうなゲームを俺は真剣にやるから、全力で楽しもうと思ってるから。不安しかない。発送されたかと。なんとも言えない後悔があってね。もう一個ゲーム頼んだんだ。あのホラーゲームなんだけどね。ん？週刊ボールパーク。もう雑誌ね。はい。表紙、はいはい。もう。しかまろ。もうやることねえぞ。危ねえぞ、こいつ。ひたすらドライバーぞ。ひたすらドライブ危ねえぞ。いやマジでドライビングスキルマックスになったらどうしようかね。まのつさん、いつもお疲れ様です。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。今日は3月11日です。前々回のコメントね。5年前どのような状況でどのくらいの揺れを感じましたか。俺は北海道札幌に住んでて、まあその時も札幌にいたんだけども、当時は、ゲーム会社で働いてて、2時45分から、3時15時までの15分間の15分休憩ってのがあって、その15分休憩の最中だったのさ、地震が来たのは。いやー、5点差負けてるよ。で、インコース低め、その15分休憩で俺は非常口でタバコを吸ってて、タバコを吸ってる最中に、揺れが来ました。投げました。内角低め。うわ、入んねえ。外れてボール。カウンター3ボール。投げました。まっすぐ見送ってストライク。次は5球目。投げました。スローボール空振り。少し意識しすぎた。ボールダメになっちゃうかな。よし。散々低め見せたからな。第9投げた。初球外れても。いや本当この制限かかるのきついね。投げた。内角低め見送ってストライク。投げた。ボール。これはわずかに外れています。ストライク取りたくても取れないってのがきつい。ツーボールワンストライク。マリンボールはストライク。変化球にキレがあります。また高めいこうか。投げた。いやいいボールだったよ。強気で攻めてきます。ストライクゾーン入れろ。甘いコース打ちました。一、二塁間のゴロ。田中ボールを取る。一塁送球アウト。あと一つ。これでツーアウト。第9投げました。初球高速スライダー空振り。タイミング合いません。ストレートはストライク。簡単にツーストライクと追い込んだ。投げました。打ちました。うわ取れない。ヒット丸。ヒットを放ちました。第9投げました。初球外れてもわずかに外れました。一塁タッチセーフ。第2球投げました。危ない。よく外した。アウトコース低め外れてもカウントは2ボールノーストライク。アウトローを見送ってストライク。投げました。空振り。
キレのある変化球。次が5球目。打ちました。うまい。ボールはやばい。丸だ。変えられる。変えられる。早くしよう。早く。ボールは中継。いやいやいや、きついね。きついね。第9投げた。初球空振り。第2球投げた。ボール。慎重に攻めてきます。カウント1ボール1ストライク。次が4球目。ストレート。空振り三振。ライオンズ敗れました。負けたね。これであれだぞ、観客がまたね、お前のせいで負けたんじゃないかと言ってきた俺もね、ビシッとね文句言ってやりますよ。あいつら言ってくるからね、お前のせいで負けたじゃないかと。全然俺のせいじゃないのね、言ってくるわけだから。振りを作ったのに出てこない。あいつらは仕事する気ないね。仕事する気ないね。こっちもね、動画なんだから振った時は出てきてもらいたいね。家族と乗る。あと2試合で交流戦終わりですね。頑張りましょう。セーブ機会つく場面で出してくれ。そうすればもっと働くから。ああ、そうそうそう。で、5年前の話なんだけど、非常口でタバコ吸ってて揺れて、そうね、揺れのね、強さとかっていうよりは、揺れ方のね、なんか気持ち悪さみたいなのがすごいあって、まあ、地震って今何回かその体験、体感ってしてきたじゃない？その今まで生きてきて。けどね、それとはほんと全然違った地震だったっていうのはもう、すぐ分かった。なんか違うなっていうような地震。でまあ、その地震が起きてすぐに東北の方がそういう大変なことになってるっての全然知らなかったんだけど、でそのゲーム会社東京の方にも会社があって、で東京の方でも揺れたっていう情報が入って、チェで、あ、東京の方はすごい大変だったんだなと。そんなに深く強くは考えなかったね、地震が起きた当初は。うん、そんな感じかな。ドライブで、あれだったね、確かね、水と電池がねすごい売り切れたね当時。練習じゃない、練習なんてしないんだこれ。ドライブ、たまには奥井と遊ぼうかな。奥井が今どこにいるのか知らないけど呼び出すぞ。退屈だったのか。いや今日ね、俺が主に彼はきっと退屈ではなかったね。すごく忙しい中で足を運んでくれたんじゃないかな。だって彼いいやつだから。奥井すごい好きだもん。試合の時にさ、雪見って声かけてくれるあの瞬間すごい好きなんだよね。雪見やチームの、両プレイっていう見方で言うかな、いいプレイがもう一度見られるよう設定で心理プレイをオンにしてはどうですか。設定はもうずっといじってないんだけど、心理プレイオフとかになってんのかな。ちょっと見てみようか。試合設定かな、心理プレイなしになってるわ。オンにしようか。あれか、てかリプレイが出るっていうことはサムネイルも作りやすくなるんだ。そういうことだよね。任せろ、ちょっと心理プレイ出そうぜ出そうぜ出そうぜ。キャッチャー炭谷さんか。任せろ、この黄金バッテリーでね、バシバシと抑えてやりますよ。よし、リプレイか、リプレイか。これでワンアウト、ランナーないか。リプレイなんかボタン押さないといけないのかな。プロスピみたいにセレクトボタンとか。初球高速スライダー空振り。少し迷ったか。投げた。インハイ際どい球。ボール。カウントはワンボールワンストライクです。アウトロー空振り。追い込んで。投げました。打ちました。よし。ダイレクトでボールを掴んでアウト。ダメだった。セレクトダメだった。初球決まってストライク。まずは決めてきました。
初球ストライク、インローへ。さあ次の1球が最後となるか。投げました、ボール。カウント1ボール2ストライク。得意のストライク、いやリプレイ。ここは三振に切って取りました。リプレイ。ライオンズ2点差で逃げ切りました。ナイス。さて本日のヒーロー、どうも行われます。本当に今日リプレイないぞ。ちょっとまあもう一回ちゃんと設定しとこう。今設定したのはね試合中のみだけだから、ちょっと試合が外れた時の設定しとこう。いやリプレイでね雪見がいっぱい映ってくれたら本当にサムネイル作るのはちょっと助かる。なかなかねネタがなくてね。システム、試合設定あり。よしやっていこう。こっからなんだい、連休かい。じゃあこの連休中に俺はねドライビングスキルをマックスにしよう。早く妊娠しろ。ほんのわずか、頑張ろう。で一番いい車買おうぜ。ドライブ。よし。飽きるなドライブ。お、スーパーカー。なんだ。未来にでも飛んでいけるのか。よし、カーディーラー行こうぜ。カーディーラー、あ、カーディーラーないんだっけ埼玉県に。ん、何事かと思ったわ。ほんと何事かと思った。北海道、んー、ないね。じゃあなんとなくショッピングモールでも行っとこうか。いやー参ったなー。何するべ。ラジコンサーキット場ある？ないね。やることねえや。あ、公園行こう。公園でラジコンしよう。ラジコンサーキット場じゃなくてもラジコンできるんだもんね、電動ラジコン。よし、お、本当ラジコン遊んでたの。すごい音鳴ったぞ。いやいいよ、俺はもうラジコン鍛えまくるから。よし頑張ろう。コメント読んでいきます。中田翔が歌うまいのは知ってますか？あの、松崎しげるじゃねえや。松山千春さんの歌、真似とかすごい似てて、うまいのは知ってます。まのちさんお疲れ様です。お疲れ様です。質問ですが、まのちさんが数年間下位に沈む球団の監督になったとします。まのちさんなら打てるチームにするか、守れるチームにするか、どちらですか？北海道日本ハムファイターズ。とりあえず弱いチームなわけでしょ。ライオンズピッチャーを交代し打てる方かな。打てる方で。さあここは守りどころです。見せようか久々に一球の美学ってやつを。第9投げました。初球から打ってった。大変だ。一球でやられてしまったよ。二塁ランナー。いやー今日さ、これ今12日に撮ってるんだけども、阪神対ね日ハム戦を見てて、ね、日ハムの加藤君がね一球の美学ってやつ見せてくれたのさ。俺もそれをやりたかったんだけどね。第9投げました。ヒットこの前に当たりだ。入れば同点だ。さらに伸びていく。キョセロ試合ぶち壊したぞ。試合ぶち壊したぞ。これね今やるとすれば、次ピッチャーでねマイライフやるとすれば、まあ
2016になると思うんだ。2015だと多分もうやらないと思うんだけど、俺絶対逃げ球最優先に取る。あのマイライフやるんだったらピッチャーで。なんぼ嫉妬で泣かされたか分かんねえもん。よし、本田軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。いやー参ったね。カッコついてんじゃないよ。すごい点取られたよ。10回の裏、責任持って投げたいと思います。投げた変化球。今日散々だぞ。今日はひどいぞ。投げたボール、カウントワンボールワンストライク。投げました渾身のストレート。大丈夫、この住谷さんとの黄金バッテリーでね、大丈夫だから、大丈夫だから。カウンターツーボールツーストライク。どうにでもなる。投げました、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。第9投げました、打った、三塁線切れてファール。1球目ファール。いやー参ったねー。投げました、空振り、変化球にキレがあります。嫉妬の恐ろしさったらないね。投げました、高速スライダー、空振り三振。もう杉谷さんじゃないですか。ストレートに送ってストライク。第2球投げた、打ちました、ファール。追い込んでから投げた、打った、流し打ち、取って破ってった。ボールは中継回したね。杉谷打たれる時もある。さあ第9球、ランナースタートを切った、キャッチャー二塁送球。あ、惜しいね。盗塁を許します。杉谷今シーズン3個目の盗塁を決めています。外野手は前の方に守備位置を取りました。第2球、2球目ストライク、軽く追い込んでまいりました。投げた、外れた、ボール、カウントは1ボール2ストライクです。第5球投げた、打ちました、当たり底でのセカンドゴロ。よし、スリーアウトチェンジ。あ、リプレイいいね、いいじゃない、リプレイね。ユキ、ツーアウト二塁のピンチで。さあ勝ってくれ。ここは落ち着いてしのぎました。勝手なことを言うようだが、10回の裏勝ってもらいたい。7対7。痛恨のサヨナラ。負けるもの。ごめんなさいね、ごめんなさいね。それあの高山くん、よかったよ、よかったね。今日見たけど、すごくもう堂々たるものでしたよ。いやただ雪見に負けつかないから。打たれたわ、本当にやだ、やだっつってもしょうがないけどもさ。遠くいいぞ、頑張れよ。あ、そういえば、さっきの続き、打てるチームか、あのなんだっけ、守れるチームかでしょ。打てるチームですね。勝とうと思ったらやっぱね、その点を取らなきゃいけないから、そういう面で打てるチームです。面白い材料って盗塁王じゃなかった、盗塁王。このコメントいくつか来てましたね、ありがとうございます。一生取れません。二上の店行ってやってくださいね。通ってやらないと絶対潰れるので行きます。暇だから。今結構比較的暇してるから行きます。北海道日本ハムファイターズ対よし、本日ラスト、働こう、ちょっと今日ダメだ、まあ、そういう日なんだろう。ここもビシッと働いて、しっかりセーブつけて、トータルとしてね、良くない一日だったと思うけど、最後ぐらい気分よく終えましょう。よし、これでワンアウト、ランナー谷口君か。直球ストライク、アウトローへ。初球ストライクから投げました、ストライク、ナイスボール。これで追い込みました。第3球を投げました、空振り三振。よしぞ、谷口、全くタイミングが合いません。お、来た、久々見た。巨人で頑張ってんのかな。頑張ってね。打ちました、初球打ち。あ、これやべえ、間に合わねえ。ボールを掴んだ、サード、あ、ひどい、危ない、
記録はヒットになりました。さあ2アウトから、なんで相手のヒットばっかり映してさ、雪見が三振取った時はリプレイ、お村田さん、村田バッター、まずは一塁牽制、タッチはセーフ、もう一回一塁へ牽制球、タッチセーフ、第1球投げました、初球に送ってストライク、第2球投げました、低め際どいボール、カウントワンボールワンストライク、一塁タッチセーフ、ユキかなりランナーの動きを警戒しています、ボールを二塁に送ってタッチアウト、ゲームセット、よしず1点差で逃げ切りました。さて本日の日、よし今日はここで終わろうか、コメントいくつか読んで終わりましょうか。いやー散々だったね、ただ今のところ本当に負けてないのが奇跡的だね、この防御率の悪さでなんぼさ悪さっつっても覚えてないけど 3.2 ぐらいか。はい、雪見16セーブ、はい、いやセーブを取りたいね、なんだって初球よ 3.28 悪いな、はい、今現在の順位がこんな感じです。うわちょっと待って CS いけないよこれ、一度離されたゲーム差を詰めた記憶がないもんな、このマイライフやってて離されたら離されたまんまっていう感じがするんだよね、もうなんか比較的余裕を持った5位になっちゃった、横浜めっちゃ頑張ってるめっちゃ頑張ってる、いやうちらも頑張ろう、まだ分かんないからねえ、まだ半分も終わったわけではないし、よし、じゃあコメント読んでいきたいと思います。真之さん、こんばんは、東日本大震災から5年経ちましたね、自分にしては早かった感じがします。その頃は中学2年生でした。そして遠征先で対戦した女の子の野球部のキャプテンが亡くなったと監督から知らされて、とても悲しかった思い出があります。やっぱりね、そのなんうまく言えねえな、とりあえずなんかあれだね、明るい話題が増えればいいね、こういろいろ復興も進んでるだろうしさ、肩甲骨治ってよかったね、ありがとうございます。まのちさんは14時46分に被災者に黙祷を捧げましたか。いややってないです。まのちさん、パソコンはいつも休止モードにしてるのですが、シャットダウンしろと親がうるさいです、どう思いますか。どうなんだろうね、あんまりシャットダウンはしない方がいいって聞くけど、俺はもうシャットダウンする人、バリバリする人です。まのちさん相談です。僕の同居してるおばあちゃんが最近ボケてきました。あら。だから家族みんなで病院に行こうと誘うのですが、僕のおばあちゃんはパーの人が病院に行ってもあなたは治りませんって言われるだけや、行くだけ無駄と決め台詞。なんとかしてこれからボケが申告するのを防ぐために、病院に行ってもらいたいのですが、いつもあの決め台詞を言って逃げるんです。もうその時点でボケが進行してるっていうのが見え見えなんですよね。まのちさん、僕のおばあちゃんをどうにかして病院に連れていくにはどうしたらいいと思いますか、ご意見お願いします。どうすればいいんだろう、全然わかんないな根気よく言ってくってのもやってんだろうね、変に機嫌損ねられてもね、年寄りが機嫌損ねるほどめんどくさいものってないからね、どうすりゃいいんだろうね、騙していくってわけにもいかないし、ボケると認知症は別でしょ、認知症であればまあなんだろう、その自分の両親、そのいい心ね、両親が痛むかもしんないけども騙す手はあるけどね、ちょっと難しいね。あと2つ読んで終わろうかなと思います。日本シリーズとかで奥井と対戦したら FA で古巣復帰っていうのはどうですか。考えてはいるんだけどね、
FA までやらないと思うんだよね。ちょっとわかんないです。なんとも言えないです。最後、マノチさん、もしバスケの試合でシュートが入りそうな場面で味方からパスだと言われたらそのままボールをゴールに入れますか、それともパスしますか。いや、シュート入りそうな場面ならシュートじゃないかな。そこでパスだと言ってくる味方はもう俺の中で戦力としてカウントはしないかな。はい、ということで終わりましょう。今日は散々だったね。久々じゃないか、こんなパカスカ打たれたのは。今日ね、まあ皆さんお気づきだと思うんですけど、まだ負けてないから負けてないから、負け知らずの守護神ではいるから今のところはすげえ打たれるけどね。はい、ということで終わりましょう。明日も頑張っていきましょう。そんじゃ終わります。バイバイ。